後半戦に入ってからはね、車もそうだし、チームメイトもそうだし、僕もかなりいろんなことを学べましたし、でそれに対して、まあ、成績も、いい感じで上がってきましたしね、今回こう最終戦ですけれども、集大成となるね、ベストレースを、できるように頑張りたいと思います。マシンが悪くても作戦でうまくカバーできたっていうのもあるんですけど、なんかこういまいち理想としていた流れに乗れてないってところがありましたね、今年1年うまく成績を残せませんでしたが、この最終戦はちょっと僕の得意なコースでもあるので頑張って表彰台を目指したいと思います。応援よろしくお願いします。正直最終戦まで来てシリーズ争いの、チャンピオン候補に残れなかったことだけ非常に残念ですが、きっちりその仕事をしてたことを考えると評価としては上位の評価をつけてもいいんじゃないかなというふうに今年1年は思っています。今回も非常に調子が良くてですね、かなり上位にいた車なんで、これはちょっと痛手ですね。シーズン夏ぐらいから好調を続ける SG チャンギ、一つ好勝負あったんですが、どうかな、ダメか、2分7秒184。それから31号車、ハセプロカローラ、佐賀工機ステアリング握って、今、生き残って飛び込んできました。カローラアクシオはこれ最後タイムが出て9番手に入って生き残りました。天候で難しい路面だったんですけど、自分なりにいい走りができたし、Q3 まで残ることができて、Q3 でも新田さんが頑張ってくれて、8位だったんで、明日はもう少し前に行けるかなという感じです。天気ばっかりはね、どうなるか分かんないですけど、ドライにしてもレインにしても、僕らのミスでなくね、変なポジション、順位の落とし方するんじゃなくて、一番僕らのできる限りの最上位のポジションを狙いたいと思うんで、まだまだ決勝でも表彰台の一角は狙ってるんで、頑張っていきたいと思います。